朝子さんの相方は琴原さん、うんうん、ただ、まあ、世間的にもよく言われてるのがその光さんが相方みたいに見えるようなことを言われますよね、うん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 、どうなんですかね、そこら辺は。そこはどういうふうに受け止めるの。全く違うというか、まあ、例えばというか、いろんな芸人さん、そのコンビ以外でも違う、例えば芸人同士でも違う芸人さん何かするのは絶対あるわけな、うん、そこに自分自身の相方じゃなくてこっちを相方と思うなんて感情はないんです。どういう存在ですか。光くんはもう恩人、うん、やっぱり一番最初にこの YouTube って全然わからない状態でそのコラボする前に一緒にご飯を食べる、それが焼肉屋さんやったら焼肉を食べに行って、光くんの YouTube に対する思いとかを聞いてすごく俺は感動したわけ。あ、本気で命かけて YouTube やってる人なんだ、じゃあコラボお願いしますよ。ちょっとあの初対面の人やし、 YouTuber っていうものがはっきりと分かってない状態から始めてたから、やっぱ最初に光くんにその話を聞いた時に、あ、 YouTuber の人ってみんな本気なんやっていうのが分かったからコラボさせてもって、そこからは YouTube のことももちろん聞くし、で本当に光くんのおかげですごい親切に教えていただいたりしました。やっぱりアドバイスとかいっぱいいっぱい、ずっとお友達カメラ回ってない時でもこうした方がいいですみたいなことをいっぱい聞いたし、やっぱ光くんの最初のそれがあったから今のチャンネルっていうのは勢いもついたし、うん、テレビの方ってなんか YouTuber とこう、うん、それこそ大御所とかになっていくほど、うん、なんか YouTube とこうなんか一線を置くというか、うん、ちょっと距離があるような言い方するしますけど、うん、最初の印象っていうか会うまでどう思ってた。いや最初はそっちも同じテレビの側の人で、やっぱり YouTube でも下に見てたし、えもう劣化版やと思ってたし、すごいはっきり言いますね。いや当初よ、その頃にその頃はあんまりそう思ってたし、でもそれを変えてくれたのは光と思うし、あすげえな単純に思ったし、素直にこの人と何かをしたいって思ったのは事実です。でそこから、まあ、あのチャンネルご覧の人は分かってると思うけど、ずっとあのコラボをし続けてくれてるし、もうすごい感謝しかない。今、まあ、YouTube とテレビのこのなんか前を持っていた立ち位置みたいなのはもう変わったんですか、うんうん、別のプラットフォームとしてみてます。全然あ、もう別。もう別個。うん、あのテレビが上、YouTube が上とかそういうことではない。今でも大御所の方はそういうふうに、うん、なんかこう YouTube は下なのに、なんでテレビの人間がそっち行ってなんかっていうようなイメージの方、うん、いう方いるじゃないですか。うんうんうん、そういった方にはこんな。まあ、あの何人かあの光くんっていう、ね、人に対して言った芸人さんもおるよ、うん。その長い付き合いのところを。いましたね。ね、切り捨てて、はい、あてみさんちの YouTuber を選ぶんかいみたいな、うん、人との関係って年数なんかなって思ってしまうしさ、俺は光くんと、うん、そんな長い年数を一緒にしてきたわけじゃないけど、 YouTube に携わってすごく濃い関係が築けたと思う。それは光くんも言ってくれてるし、俺はもうそれは思ってる。で、俺の家族も思ってる。光くんに出会わなかったら今の自分たちもないから。だからそれは本気で感謝してるし、それをね、その関係を知らずにそういう風に光くんのことを言うやつは、俺ちょっと納得いかへんな。あの近所の、はい、スーパーで買い物してたんです。この今買い物してたら、あれ宮迫さんってなったんですよ、うん、ふっと見たら、カジサックとヨメサックと子供がいたんです。おヨメサックがあのあいつも主人がお世話になってますとこうちょっと前に出てカジサックに前に出たんです。はいはい、そしてその瞬間カジサックがあかんってバッと俺とヨメサックの間にガッと入ってきたんですよ。え なんや、はいはい、あすいませんなって、うん、どうしたんって言ったら、あのよくよく聞くと、
なんかすごい顔で、あかんって俺入ってた。な、だよって。うちの子もピコになって、どうしたんやって。あ、すいません。いや、なんかもしかして、あの、嫁口説かれるかなと思って。口説くかもう俺頭とんとんかもう自分も子供連れて、はい、ほんでお前ら家族でおるとこなんで俺がお前の嫁くどくねんアホか言ってまあまあ大きめの声でスーパーで怒ってしまったくどくわけないよなアホどれは